メタルルブ・マグニトゴルスクは KHL の東部コンファレンスに所属するプロのアイスホッケークラブである。ロシアのチェリアビンスク州の都市、マグニトゴルスクが本拠地。シーズン2013、14、2015、16のガガーリンカップ優勝チーム。KHL のクラブの中でも競合クラブである。キャプテンは背番号10のセルゲイ・モジャーキン。 メタルルグは1955年に創設された。クラブの名前はロシア語で、夜金衡を表し、マグニトゴルスクの機関産業である製鉄業に由来する。マグニトゴルスク製鉄所はメタルルグのメインスポンサーであり、選手のユニフォームには MMK のロゴが入っている。メタルルグのオーナーは MMK の CEO、ビクトル・ラシニコフである。 1955年から1981年までメタルルグはソビエトアイスホッケー選手権のクラス B に参加していた。1981年にメタルルグはクラス B のファイナルを制しソビエトチャンピオンの座を獲得。1956年ソビエトカップでデビューしたが1回戦で敗退した。1981年にはニ部リーグのクラス A に昇格。2部リーグで 最高のポイントゲッターはビクトル・スーホフで1985-86年のシーズンに58ポイントの記録を残した。1991年にクラブは1部リーグに昇格。1部リーグで最高のポイントゲッターはドミトリー・フィリッポフで1シーズン33ポイントを記録した。モジャーキン、ザリポフ、コバルジュのトリオはシーズンを通して 抜群の連携で得点を重ね、チームがプレーオフに進む原動力となった。メタルルグはプレーオフで東部コンファレンスを制して決勝まで進出。西部コンファレンスを勝ち上がってきたレフ・プラハと死闘を繰り広げ、7回戦までもつれ込み4勝3敗で2014年のガガーリンカップを制した。東部コンファレンスを3位で定期試合を終了し、ガガーリンカップに出場。 1> 第1ラウンドで、サラワーとユラー F を4勝1敗で破ったが、第2ラウンドでは、シベリアのボシビルスクに1勝4敗で破れ、ガガーリンカップ決勝に進むことはできなかった。東部コンファレンスを2位で、レギュラーシーズンを終え、危なげなく、プレーオフに進出。プレーオフ第1ラウンドで、メタルルグは、アフトモビリストエカテリンブルグを4勝2敗で破り、第2ラウンドでは、 シビリ・ノボ・シビルスクと対戦。キャプテン・モジャーキン率いるメタルルグは、シビリを4勝1敗で撃破すると、東部コンファレンス決勝でもサラワート・ユラエフに4勝1敗で勝利し、2年ぶりにガガーリンカップファイナルに出場する。ガガーリンカップファイナルでは、西イプコンファレンスを圧倒的な強さで勝ち上がってきたクスカと対戦。第一戦こそ一対五で敗れたが、その後攻防は、 一進一退を繰り返し、勝敗は第7試合までも連れ込む。モスクワで行われた第7試合で、メタルルグは、クスカを3対1で破り、2年ぶり2度目の優勝を成し遂げた。ノート、GP イコールゲームズプレード試合数、W イコール勝利、L イコール敗北、圧、イコール O、または、シュートアウトでの勝利、イコール O、または、シュートアウトでの敗北。 パーツイコール獲得ポイント、GF イコール得点がイコール出点。ありがとうございます。